やるか。オースオラピロ。どうも、アルボリジャンの管理員のピロです。今ですね、フィンランドにある自分の別荘に来てます。はい、なんていうね、軽い冗談を交えながらやっていくんですけども、ここはですね、代々ね、我が家が継承してきた森です。はい、すごいでしょ。実はね、ピロさんね、大地主だったんですね。はいはい、マジでね、実はこの林ね、うちのね、祖父が、ピロや、お前が大きくなって、もし何かこもった時があったら、この木をぶった切って売って、金にすればええんじゃぞーってね、ずっと言われてきたんですけども、はい、もうね、無事、原発事故でもう大暴落と。はい。なんていうことはね、まあ、置いといて、今回はですね、この杉の枝をね、いっぱい集めて、ある罠をね、作って、いっぱいエビさんをね、捕まえていこうと思います。はい。題して、寒いけど、エビさん、いっぱい捕まえちゃうぞ、大作戦、拍手というわけで、今回、やってるんですけども、まあ、とりあえずね、このとりあえず枝をね、いっぱい集めます。はい。はい、ですね、先ほど拾ってきた杉の枝をですね、このようにね、紐に結びました。で、これをね、今から池に沈めてエビをね、いっぱい捕まえたいと思います。はい、まあ、ちょうどね、1年前にも、同様の動画を投稿したんですけど、もうすっかりね、もう引っこ抜きまして、川に入ってね、もう網ですくうのはもう非常に厳しいと。はい、本当にもう寒いし、本当にね、取れないし、もう本当ただ時間をね、浪費して終わりなんで、もうね、効率よくね、もうエビをね、いっぱい捕まえようと思います。はい、じゃあ早速ね、こちらをね、セッティングしていこうと思います。寒い。はい、着きました。ですね、こちらの沼はね、めちゃくちゃエビがいる沼でして、はい、こちらにね、このおじいが作った罠をね、セッティングしていこうと思います。まあ、とりあえずマジ寒いわ。はい。ストレッチャーぶん投げっか。じゃ、とりあえずね、まあ、ここら辺にこう、ポイッと、はい、置いとけば。あー、いいっすね。オッケーオッケー。はい。で、ここにね、すごい、エビがね、いっぱい集まってくるんで、それをまあ、網で作って、一網打尽にすると。はい。ではね、また明日取りに行きます。はい。ですね、だいたい今、12時間ぐらい起きました。じゃあ今からね、これをちょっとね、救っていこうと思います。いっぱい入ってるかな、エビちゃん。じゃあ早速やってきまーす。よいしょっと。このね、大きな目で一気にすくいますわ。よし。ちょっと待ってね。バッサーとね。よし。入ってるかな。あれ、いない。はい、取れましたけども、一個だけ言っていいですか。ちょっとね、期待外れ。もうちょっと取れたんだけどな。ガバーってさ、渋いっすね。もうちょっとね、30匹ぐらい取れたかなと思ったんですけど、ちょっとね、思ったよりも全然取れませんでした。がっかりっす。はい、まあね、
冬場にね、こうやってエビを捕まえてあげてね、いう方きっといっぱいいると思うんで、はい。まあ参考にしてもらえばね、まあ、こんな感じで撮れますよっていうことで、はい。概要欄にね、1年前の動画も貼っとくんで、まあ、ぜひともね、ご覧ください。はい。まあ、今後もね、いろんな動画を配信していこうと思うんで、よかったらね、登録と高評価、よろしくお願いします。はい。ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。